グローリアス級航空母艦は、イギリス海軍の航空母艦の艦級である。当初は、大型軽巡洋艦として収益したが、第一次世界大戦後に、航空母艦に改造された。グローリアス級の武装と、走行配置図1916年12月に撮られた、春光時のカレージャス。本級は、イギリス海軍の第一次世界大戦時の戦時。 艦隊整備計画により建造されたクラスである。フィッシャー提督が計画したバルト海から進行する上陸作戦に投入可能とするべく19000トン台の小型の船体は喫水を浅く設計され新設計の38.1センチメートル連装砲塔を前後に一機ずつ搭載する高速モニターとも呼ぶべき艦であった。しかし戦争は 本級が活躍することもなく集結し、本級は役割を失ってしまった。対戦後、イギリス海軍は本級を扱いかねていた。32ノットの高速と38.1センチメートルの巨砲は確かに高性能ではあったが、原速76ミリメートル、甲板38ミリメートルという走行は既存の。 巡洋戦艦よりも防御力で劣り、さらに射程が延伸する。対戦後の砲戦において、38.1センチメートル砲4門という、門数は、降参砲撃が行いにくい門数であった。そこで、戦力的価値の低下した、グローリアス級は主砲を撤去して、純粋な航空母艦として改造された。航空母艦となった、グローリアス。側面ののものは、 着艦機の転落防止用のバリセードボン級の航空母艦への改装において手本となったのは先に改装された姉妹艦ピューリアスの改装実績である。外艦上で特徴的なのがピューリアスから取り入れられた多段式飛行艦板である。イギリス海軍は初期のイギリス空母の難点であった効果的な着艦装置を開発できなかった。 このため1926年からイギリス海軍では着艦制動装置の使用を禁止してしまった。このため着艦した艦載機を止めるために人員による制動を必要とした。そして着艦には飛行艦板の全スペースを使用するためにパリ制度と呼ばれる転落防止のための柵を飛行艦板の周りに立てる始末であった。 着艦制動装置のない空母へ着艦するには、飛行艦板の全スペースを使用しなければならない。この欠点を解決する手段として、艦首に発艦専用の飛行艦板を設け、艦中央部から2段目の格納庫分だけ重上げして、着艦専用の飛行艦板を設置した。これにより、一段高い上部飛行艦板で着艦作業を行いつつ、 艦首飛行艦班からは小型で、軽量な艦上戦闘機程度ならば、発艦作業が行えた。ただし艦上爆撃機、艦上攻撃機クラスの航空機は、従来通り面積の広い上部飛行艦班で、発艦することが必要であった。また、艦載機数の少なさも、難点の一つであったが、格納庫が2階建てとなったことにより搭載機は、 改装前の10機から36機へと大幅に増えた。なお、格納庫の高さは1階2階ともに4.6メートルであったが、関西機の分解格納と折りたたみ機構の開発により水蒸気の搭載が可能となっており、水蒸気は艦尾からクレーンにより昇降して運用された。1930年代に取られた本級と姉妹艦、ピューリアス。 この成功に気を良くしたイギリス海軍は、グローリアス級の階層にも、同様のシステムを取り入れたのである。また、先に竣工した、イーグルや、ハーミーズで成功を見た、環境構造と一体化した煙突も取り入れた。それに伴い、従来は三脚章を採用していたのを、トップヘビー対策に、簡素な単脚章へと改めた。また、 大型系巡用艦字の細すぎる、船体形状から来る横揺れ解消のため、艦隊へ、浮力用バルジを追加した。本級は改装後は有力な航空母艦であった。しかし、次第に航空機が大型化すると、艦首艦班から発艦できる、艦載機がなくなってしまった。そのため、艦首艦班への格納庫ハッチを閉鎖して、上部の飛行艦班を使用するしかなくなってしまった。 一方、空母の着艦制動装置は開発と進化が進んでいた。有効な工作横張り式着艦装置がフランスシュナイダー社で開発され、これを導入したアメリカは改良を加えて横作式着艦装置を実用化した。イギリス海軍はこれを輸入し、1931年にはカレージャスに A 空母発の横作式着艦装置マーク1を装備した。 また、関西機の大型化に伴う滑走距離の問題は1935年から1936年頃に開発された空気圧式カタパルトを並列配置で2機を装備することにより解決され、新型機でも有効に運用できることとなった。このような状況から、本級は一戦級航空母艦として第二次世界大戦をも戦うこととなった。 1934年に取られたグローリアス。まだ完備の高さが低く、水蒸気は格納庫の後部から出し入れされた。本級が大型軽巡洋艦として収益した当時は、全長が239メートルもあった割に、全幅は24.7メートルと狭く、前後に長い船体形状であった。排水量が2万トン台で小型であったために、 水面からの還元が不足していたため、監視甲板をかさ上げして、しのげなみ性を向上させた。また、航空母艦へと改装するにあたって、浮力確保とトップヘビーの抑止のために水線部にバルジを追加して、船体幅は27.6メートルへと増加した。ピューリアスとの外観の相違点は、航空指揮所を兼ねたアイランドの設置である。艦尾部のかさ上げは、 トップヘビーを防ぐために行われず、ここに設けられたクレーンにより水蒸気を運用した。関西機の大型化に伴い、監視側の飛行甲板が使用できなくなったため、1930年代後半に行われた改装で、完備部分をかさ上げし、そこに支柱を設けて、上部飛行甲板を15メートルほど後方に、オーバーハングさせる形で延長した。また、 1936年に発艦を向上させる、カタパルト2機が、飛行艦板全部に並列で2機が設置された。1920年代後半に取られた、カレージャス。主武装 12cm 広角砲は、原則の低い位置に設けられた、スポンソンに配置。監視艦板上で行角をかけているのは 12cm。 広角砲春工時に搭載していた微砲はすべて撤去され、手法として新たに、マーク A と 12cm 広角砲を採用した。この砲は 22.7kg の砲弾を行角45度で 14,780m、最大行角90度で 9,750m の高度まで到達できた。旋回と不行は、左右方向に百八十度旋回でき、 不行は、行角90度、深く5度であった。発射速度は、毎分8から12発だった。これを単走砲がで、艦首飛行乾板後部に、片弦1機ずつ、計2機、元の船体最上乾板に当たる、中部乾板原則にスポンソンを設けて、等間隔に、片弦6機計12機、さらに、艦尾乾板上に後ろ向きに、 片言一機ずつ、計二機で合計十八機を装備した。巡洋艦攻撃用の中高径砲と対空攻格砲を別個に持つフューリアスなど従来艦に比べ本級から主武装を攻格砲に統一したことで対空火力を飛躍的に向上させたが、せっかくの行閣90度という対空射撃の利点も、 トップヘビーを避けるために搭載位置を原則配置にしたことで上部にせり出した格納庫に異を狭められるなどの運用上の問題があった。また、広角砲はシールドされておらず露天で扱うために外洋行動時は波浪により運用が困難であった。他に近接対空火器として 4cm ポンポン砲を初期は単装砲芽で4機搭載したが、 あとに1930年代後半の改装時に、同8連装砲3機へと強化された。また 12.7mm 機銃を4連装砲がで2機を追加した。1939年に撃沈されたカレージャス。本級の防御は、巡洋戦艦時代の防御様式がそのまま残され、原則防御は 76mm 装甲がそのまま残されたが、 艦板防御は 38mm から 52mm 走行へとやや強化された。防御能力的に軽巡洋艦の手法に耐えうる防御力が与えられた。また、飛行艦板の一部には 25mm 走行が貼られたがこれは駆逐艦級の砲撃に耐えうる程度の防御力が与えられた。なお、 空母改装時に追加された減速バルジの内側に 38mm 層甲板が貼られ、3層式の縦壁による多層水雷防御により爆薬 200kg の魚雷に耐えるものとされた。しかしながら、ドイツ潜水艦の攻撃によりカレージャスが失われている。これは、この時までにドイツの潜水艦用魚雷の作薬量は 300kg を達成しており、 改装時の想定を超えていたためだと考えられる。本級は、新造時から、イギリス海軍として、初のヤーロー社の最貫水艦艦とギアードタービンを、搭載しており、ヤーロー式重油戦小水艦艦18機に、パーソンズ式、ギアードタービン4機4軸推進で、最大出力9万馬力で、速力32ノットを発揮した。2番艦、カレージャスは、 大やけ身において、最大出力93,790馬力で、速力31.58ノットを発揮した。航空母艦への改装時に、機関の大幅な変更は行われず、船体幅の増加に伴って、最大速力は29.5ノットへと低下した。ありがとうございます。